そして池田だ。来ました。あるいは逆転できるか。五十嵐が行く。5番から池田は来た。逆転。ダーラムキックアウト。来ました。来ましたね。開演がタイムアウトです。このスリーポイント昨日もそうだったんですけど、ユレノビッチ選手から太田選手の、ね、パスがねうまくいってないんですよね。池田1本目来るか。来ました。来ましたね。同点あるいは逆転となるか。新潟打ちません。池田に預けた。池田のスリーだ。ここで池田のスリーが来た。大きいですね。ここでキャプテン。